タイ国鉄 THN 型機動車は、1983年7月8日に営業運転を開始したタイ国有鉄道の一般系機動車である。その車番から1100型と呼ばれる場合もある。THN 型導入前のタイ国鉄では、RHN 型や RTS 型が活躍していた。これらの機動車は全て日本製であり、性能もよく好評であった。そのため、 機動車の一層の充実と動力近代化を図ることとなり、三井物産を窓口として新たな日本製機動車が輸入された。これが THN 型である。THN 型は在来車の置き換えと間もなく開業する予定だった東本線、サッタヒープシ専用として1983年に日本の東急車両製造、日立製作所、 日本車両製造において製造された。ただし、サッタヒープシ線の開業は1989年まで遅れ、また元々と貨物主体の路線であり、旅客需要がほとんど存在しなかったことから、本形式の投入は見送られている。なお、後に、兄弟車として製造された NKF 型の仕様が THN 型とほとんど同じであることから、しばしばまとめて、 thnnkf 型とも呼ばれる。thn 型以前の大国鉄の機動車は、すべて動力車と付随車の組み合わせで運用されていた。しかし、thn 型では、その原則を放棄し、すべての車両を動力車とした。また、路盤強化と機動改良が進んだこともあり、rhn 型では、 時速 90km であった最高速度が時速 100km に引き上げられている。車体は1970年に製造された RTS 型の先頭車と類似しており、片側に扉げ、コルゲート付きのステンレス構成車体である。ただし RTS 型では、片開きだったドアが両開きになっているグローブ型ベンチレーターから独特の小型のベンチレーターに変更されているなど、 各所に違いがある。大国鉄のホームは基本的に低床であり、客室の床との段差が大きいため上高扉にはステップが設置されている。しかし近年万国金庫を中心に高床ホームが登場しており、高床ホーム用として一部のドアに低床ホーム用のステップを覆うような板が設置された車両も現れた。塗装は登場時は警戒色として、 前面の窓部以外が黄色に塗装されており、また、車体用部に黄色の帯が巻かれていた。現在では青色、オレンジ色、薄桃色を組み合わせた複雑な塗装となっている。この塗装には、腰部及び幕板部の帯以外がすべてステンレス地のもの、帯に加え窓周辺が青色に塗装されているもの、帯部以外の全体が青色に塗装されているものの3種類が見られる。 なお、一時期ハジャイ駅とマレーシアの間を、寸外ックを経由して運行する、国際列車用として、登場時の塗装に、黄緑色と赤色を足した車両が存在した模様。車内は、ベージュ系を、基調、座席配置は、セミクロスシートとし、車内の作りは、日本国内向けの車両と、類似している。また、綺麗棒のため扇風機が、天井に設置されている。 客用扉は引き戸式。また座席はコイル式クッションを合皮で覆った形状の客車用とほぼ同様のものである。以上の特徴から日本の鉄道ファンの間では NKF 型とともにタイのキハ47の名前で呼ばれることも多い。当初は近郊列車用として投入された本形式であったが現在は急行列車に至るまで 後に登場した兄弟車の NKF 型と共通運用で北本線、東北本線、東本線、南本線と各本線の支線で運行されている。北本線、東北本線では全線にわたって使用されているが、東本線ではサッタヒープ支線での定期運用がなく、また南本線では定期列車としては不和品駅。 スパンブリー支線での運用があるのみで、これに加えて週末のみ運転される団体観光列車が、ナムトク線ナムトック駅、本線のスワンソンパディパッド停車場まで足を運ぶのみで、これ以南での定期運用は持たない。特に、600km 以上を走るバンコク,クルンテープ発、ノンカー以降の東北本線急行77列車。 およびその袋である急行78列車は夜行列車であるにもかかわらずセミクロスシートであり、またエンジンの騒音や振動も大きいため、THN 型が投入される列車としては、とりわけ過酷な列車として特筆される。事故により使用不可能となった。本車両の形式名である THN は製造メーカー名のトキカー、日立、日本車両の頭文字を取ったものである。 綺麗防子のため窓を開け放たれていることが多い。ありがとうございます。